土木技術者のためのレビット入門第6章その他の便利機能レンダリング。ビームシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでレビットやオートディスク社の AAC コレクションのソフトのお話をしています。ビームシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でこちらでお願いします。レンダリング、レンダリングとは作成した 3D モデルをより写実的に表現するレビットで行う場合とクラウドで行う場合がありますが、レンダリング小です。ローカルレンダリングとはレビットのパソコン上で行うレンダリングです。リボンタブ、表示のプレゼンテーションのレンダリングをクリックします。クリックする前に表示の 3D ビューのカメラビューでビューをどこを印刷したいか、どこを表記したいかを作っていただき、そこに対し表示レンダリングをクリックします。レンダリングの設定もいろいろ選ぶことができます。外にあるのか中にあるのかを確認し、レンダリングボタンを押していきます。クラウドレンダリングでない場合は時間がかかりますので、説明の方に移らせていただきます。レンダリングボタンを押して個々のもの、後ろに晴れだったり曇りだったり雲の画像を貼り付けるということも可能です。いかがでしたでしょうか。 LINE アットのご登録がまだな方はこちらからご登録ください。登録特典その1、登録特典その2、登録方法は LINE でこちらを検索してください。お問い合わせは LINE でお受けしています。ビームシムレッスン TV